こんにちは、ギャンブラーヒカルです。ランクマッチ、ちょっと調子が悪くて、現在、100万ちょっとのプラス？なんか最近、まくられることが本当多くて、ターンやリバーでなんか負けてしまうことが多いんで、ちょっと戦略を変えていきたいなと思います。GTO 的に言えば、フロップってまあ3分の1ベットを打つことが多いやん。で、大体3分の1が正しかったりするんやけど、3分の1だとなんかターンリバーでまくられることが結構ある大事な時に。一方で、俺がターンリバーでまくることはないんやんか。まあ、そういう現状はしっかりと受け入れて、それならば、ポットの3分の1をフロップに打つんではなくて、ポットの2分の1、少し大きくしていって、まあ、まくられないようにね。できるだけターンリバーまでの間に下ろしていくと。で、まあ、その分ちょっとね、ベット額が増えていくんで、ブラフの数を減らすと。理屈的にはブラフの数を減らせば、もうちょっとフロップはベット額上げていいかなと思います。なんでね、その作戦でいきます。もう、M ホールデムでポットの3分の1やってると、なんかうまくいかん。やめましょう。ということで、今回はこの戦略がうまくいくのか、すご、12万もあるんや。ああ、ゼロさんの旦那さんなんや。おはるさんっていう人なんや。まあ、ゼロさんとはツイッター X か。X で友達でよく、なんかツイート見かけるんで、その方の旦那様ということで、すごいよな、夫婦揃って強いって。さあ、そんな、おはるさんは、まあ、ポーカーベテランなんで、まあ、俺が太刀打ちできるような相手ではないんですが、まあ、どんなプレイをするのか見てみましょう。96501。まあ、10万回以上してる、もう普通にレギュラーの方です。大きめで打ってきてるよな、おはるさん。なんで、M ホールデムって結構大きく打ったり、3分の1で、フロップ打つ必要もないんかもしれんな。さあ、コンティニューションベットはいくらで打つのか。ポットの半分です。なんじゃこれ。なんかおかしいぞ、データが。これが 4BB だろ？お、豆腐屋さんもすごいな。レギュラーの方です。なんかレベルの高い卓やな。1509いるかな。まあ、データはないと。豆腐屋さんは 3BB とプリフロップはで打ってきてます。さあ、762。まあまあ、ボードが良くないんでチェックと。さあ、ここで相手がベットしたと、うわ、すごいな。めっちゃ打つやん。なんなん今のベット。まあまあ、レギュラーではないか。まだ総ハンド数は1万いってません。で、雪ぼけさんもかなりのハンド数3万。まあ、レギュラーに硬い近い。に近い状態か。さあ、スモールブラインドからのコールって言ったら、あんまし実際のところ、スリーベッ、スモールブラインドからってあんまコールレンジないんよね。だいたいスリーベッド返すかホールドが正しいアクションになります。
さあ、おはるさん、キングジャックでの 8BB。ブラフ打たなかったんやな。エースハイボードでブラフ打たへんのや。へえ。ブラフ少なめかもな、おはるさん。いや、でもそうでもないぞ。17% 勝率あるんで。さあ、おはるさんのコールレンジ気になります。まあこれはもう全然セットができる確率は10何%、6が出ればストレートか。11%ぐらいかな。あー、これはダメだ。諦めモードでいきましょう。みんなポケットか。おお、エースで打たない。あまりゲットしてこないんか。でもそれでも勝率高いのが不思議。リバートップペアで、ああでもまあまあマルチウェイやからか、フォーウェイとなってるんで、まあそこら辺で、まあビッグブラインドはマーク揃ってるんで、ここはちょっとベッド額大きいんですが、ここはおはるさんの通常ベッド額だと考えてコールしていきますが、まあ残念ながらマーク揃わずで、あまり希望が持てない状況となってます。休みなの。さあ、ブラフを打つ気にもなれないので、ここは諦めのチェックにします。さあ、豆腐さんが打ってきました。2分の1かな。マジか。7歳の子。さあ、スモールブラインド、これはね、諦めましょう。スモールブラインドのレンジなんですが、まあクイーン10は全然参加できそうな感じじゃないんよな、こんな感じで。ということで基本フォールドで、ボタンからのレイズに対しても、フォールドが正しいアクションのようです。さあ、ヒロッチ7歳さんがベッドでみんなを下ろしていくと。あ、残念。おはるさんいなくなったな。これはまあまあ打っていきましょう。よし、そのままポット獲得できました。豆腐屋さんしかデータがないと。まあ他にも入れていきましょう。雪ぼけさんかな、入れるとしたら。ブンブンさんはまだちょっとレギュラーっぽくはないし。さあ、2人、自分からのアクションであればキングクイーンキングナイン入っていけます。スリーベッドは打たないでという感じやけど、ありがたい。いい勝負だったぜ。デュクさん。さあ、まあ1万か。まだそこまでのハンド数ではないか。8号ボタンだったら結構参加していけるんじゃないかなというところです。ボタンのレンジはこんな感じで、8号は、まあまあギリ参加できないけど、アンティがあるんで、まあ参加してもいいかなと思います。ではこれで。そうそうそう。チェック。チェックさせてもろて。キング7、ああ、ボタンのポジションか。ボタンじゃない、ビッグブラインドなんで全然 OK か。
さあ、アンダーザガンからはちょっと弱い。これならどうや。さあ、雪ぼけさん、レーズは3倍か。まあ、3倍で合ってます。一応、インポジションになるので、3倍が妥当かなというところです。行こうかな。3分の1ベッドなんや、雪ぼけさん。26573。私はゴールド。さあ、デュークさんが、リンプインをしてきました。まあ、このままであれば、コールで、チェックで参加していきたい。さあ、そのままチェックで参加していきましょう。エースが出たとなると、微妙。諦めモードで行くか。諦めモードで行きましょう。なんじゃこれ。チェックだ。様子見様子見。さあ、相手はブラフを打つタイプか。47。ブラフ打たないタイプやな。今回は俺の勝ちだな。え、14位すごいやん。え、めっちゃすごい人やん。14位。ブンブンさん、2BB ベッド。私も。様子見、様子見。結構さしてもろて。様子見、様子見。あれ、おっと、私も。様子見、様子見。あれ、おっと。やめとこう。さあ、64、みんながフォールドしたら参加していこうかな。64、まあ、ここなんで、暗記を考えればギリ参加できるかなというところです。ただし、3ベットされたら余裕で撤退です。なんか悩んでる。俺はコールするかの悩みでお願い。3ベットの悩みはやめて。ホールドでいいよ。よしよし。ヘッズアップならまだ夢がある。まあ、3が出ればストレート。2回あ、ドンクが来た。ドンクにはちょっと諦めましょう。さあ、何でドンクをしてきたのか。フォールド2人がしたら諦めます。あ、レーズで参加しますが、誰かレーズが来たらこれは諦めます。さあ、ユキさん 3BB 参加か。コンティニュエーションベッドはせずで、ハイカードでも1回はコールすると、まあ、ストレートドローがあるからか。さあ、545、一応ペアボードなんで、こちらにもエースが多いということで、あ、俺半分で打つんやった。忘れてた。半分でベットするんだった。
相手からドンクベットが来たので、ここは諦めます。8-2 はちょっと戦うには弱い。レイズがあれば基本ホールド。2BB ならまあまあコールしてもいいかなというところです。まあまあチェックでいきます。7が出ればストレート。となると1回ぐらいはコールするか。相手チェックしてくれた。よかった。少し待つか。ここは降りておきましょう。デュークさんなんか結構打ってきてるイメージやな。ブラフも多いんかな。あー残念。豆腐屋さんいなくなった。特に何も書いてないんで消しとこう。すごいな、てるてるさんも15万。てるてる82550と。今回はデュークさんベットしてきませんでした。これは十分打てるハンドやと思うけどな。なんで強い時は打たないタイプか。ブラフはするけどスロープレイをするタイプでしょうか。さあこれは3ベット打っていきましょう。インポジションなので、3倍でいきます。実際のボタンの3ベットレンジはこんな感じになってるんで、俺のハンド何やったっけ。まあ、10ジャックは、まあ、ギリいけるかなというところです。さあ、ここは打っていきましょう。打ってるぜ。コール。コールされた。残念。まあ、フラッシュを主張して打っていきましょう。ああ、相手も強いハンド持ってるんやな。残念。負けてしまいました。相手も何か持ってんのか。この打ち方は最後こっちがチェックするともったいないから、最後はドンクベッドでも打ちたいっていう感じの雰囲気よな。なんで、いや、残念。スリーベッド勝負、負けてしまいました。テルテルさんって結構打たないんか。 2BB。 さあそこにヒロッチさんが 4B 小さいレイズを打ってきました。
この額なら。いや84なー、やめてきましょう。さあ、雪ぼけさんがドンクベッド3分の1ぐらいか。もっとだ。乗った。まあ、これはバリューと相手のレーズに打って相手のレーズにコールしたんでバリューと。何を持てない？クイーンのトップペアか？コール。チェック。まあ岩本さんも何かしら強いのは持ってるはずですが、何でレーズをしてきたのか気になります。羨ましい。何もいいところなく、チップが全然なくなってんねんけど。なんじゃこれ。いやー、5、6はさすがに厳しいやろう。ボタン5、6。まあ、こんな感じになってるんで、まあ、ここなんで、まあ、ありっちゃありか。いや、ありやはないやろう。ないやろ、これは。チェック。このままで。では、これで。さあ、ひろっちさんがポットの半分ベッドを3人に対して打ちました。さらに打つと、7歳やけどうまいな。しっかりとチップを増やしていきます。さあ、732のボードでさすがにベットをするのはやりすぎなところ。ひろっちさんもコンティニュエーションベットはしませんが、相手がチェックしたら打っていくと。おー、コールしました。てるてるさん、コールレンジが気になります。さあ、2回にコールしていくか、エースキング、ダブルペアボードで。エースで2回コールと。まあまあまあ、妥当なとこやろ。行きます。このままで。ではこれで。さあ、ポットベッド珍しい、ひろっちさん。通常ポットの2分の1ぐらい？エースの5、このアンダーザガンというポジションからはさすがに入ることができません。ボタンからよな。カットオフでも厳しい。てるてるさん、そのままポットを獲得と。8号なぁ。8号って全然参加できる参加じゃな、参加できないよなぁ、8号。8号こっか。
弱いよな。スモールブラインドやボタンからのレイズに対しても全然このようにコールはできません。ジャックっていうのは、ジャックじゃない、スモールブラインドっていうのは全然コールできるレンジがなくて、このようにカットオフに対してはこんな感じ、あーまあコールできるか、ポケットペアとかはそれなりにコールできるし、エースもそれなりにコールはできますが、基本3ベッドで入るのが一般的です。というのもスモールブラインドってポジションが悪いからな。あー残念。てるてるさんまでいなくなって。さあ、これは、一回は打っていきましょう。ベッド。コール。チェック。さあ、ストレートができました。まあ、相手フラッシュできたら残念だねというところですが。ホールド。なんとか相手はホールド。なかなかやるな。ゲスト939と。やってくぜ。割と、総ハンド数は多めです。少し待つか。9923いたかな、今までで。この額で。ホールド。いないか。この中でメモするとすれば、まあ、3万回してるこの人か。グラフは結構多そうなイメージがあります。さあ、まあこれは1回は打っていきましょう。降りないな、このプレイヤー。まあまあ、ブラックも1回ぐらいやな。少し待つか。レッツゴー。やめとくか。これこっち側がかなり有利なような気もするけどな。残念。2回ぐらいブラフできたんかな。さあ、これは3ベットしていきましょう。ポジションが悪いので相手のレイズ額の4倍を打ちます。なってきたな。この額なら。さあ、2ペアができました。ここは最初は小さく打っていきましょう。この額なら。ここからはまあオールインするしかないよな。攻め時だな。この額なら。さあ、相手はワンペアと。これはいけるやろう。エースが出なければ勝ち。よし。まあ、なんとかチップ、だいぶ復活させることができました。9、5、8、0、8、8と。仕方ない。ホールド。さあ、この、ゲストさんは通常の 3BB できます。スモールブラインド54はもちろんコールドです。チェック。打ってるぜ。私も。ポットの3分の1か。様子見よ。あんまし大きくは打ってこないんだ。チェック。少し待つか。クイーン10でコールか。降りないな、このプレイヤー、デュークさんは。あまりブラフしない方がいいな。仕方ない。ホールド。
カッ、ボタンでカットオフがレイズしてきたら、エース10ギリ3ベットできます。まあ、カットオフのレンジがそれだけ広いということやな。まあ、このプレイヤー降りないので、チェックしましょう。少し待つか。ただし相手が打ってきても1回はコールしていきます。チェックだ。このプレイヤー降りないんで小さく打ってみましょう。もしかしたらコールもらえるかもしれません。まあ、ちょっとね、余分にM ポイントを稼いでいきたいということで、やはり読み通りこのプレイヤーハイカードでもホールドしません。そこを利用して小さく打って、少しチップを、M ポイントを大きく稼ぐことができました。さあ、これは、もちろん点々は3ベットの範囲です。これどこだろう、カットオフかな。さあ、こんな感じで、ハイアンダーザガンに対してかなりの割合、 70% ぐらいの割合で3ベットできるんですが、まあ、残念ながら2人もいると。1人だったらブラフは打っていきたいんだけど、2人いたらやめときます。さあ、運よく、3カードできたんで、ここは、コールでいきましょう。レッド。さあ、これは、オールインしていきます。こいつは強いぜ。やめとこ。さあ、悩んでるんで、これ俺の勝ちやな。できればコールしてほしい。コールして、よし。相手はトップペアでコールしてくれました。無事、今回は勝つことができた。これはありがたい。やめとくか、そろそろ。いやー、ちょっとね、下振れに悩まされたところなんですが、ちょっと今回もかなり M ポイント60万、70万ぐらいまで減っててんけど、なんとか、プラスに持っていくことができてよかったです。このゲストさんは、3分の、ちょっとデータも少ないんでやめときましょうか。ゆきぽけさんは入れておこう。攻め時だな。オールインか、すげえな。ああ、これ嫌じゃない？なんか、見たいところ見る前に退出っていう。見せろよって感じよな。どっちが勝ったよな。なんとか、プラスに持っていくことができて、ああ、よかった。いやー、M ホールでもいいよ。今回、破産の危機は免れて、なんとか M ポイント増やすことができました。なんとなく気持ち的にも、ポットの3分の1でフロップベットするよりも、2分の1でベットして、その後、まあ、今回あんましてなかったと思うんですが、ポットベット。で、バリューがあれば、ポットベット。まあ、ブラフでもポットベットと。そういう感じでやっていく方が、なんか、M ホールデムでは合ってる感じかなーっていう気がするので、次回からもね、ベット方法は変えてやっていきたいなと思います。